押したいぜ。一度でいいからジージー佐藤さんとリアタイしてみた。あのね、あ、これ言っていいんかな。ちょっとジージー佐藤さん、今僕スピちゃんでさ企画してんの知ってる？ジージー佐藤さんを一流のプレイヤーに仕上げようという企画を今スピちゃんでやってて、それでジージー佐藤さんが普段から練習するために多分リアタイやるって言ってるんですよね。そこで多分もしかしたらジージーさんと当たる可能性あるよ。家帰ってもリアタイやるって言ってたんで、多分本人もやるときツイートするんちゃうかな多分。まあそれはちょっとまだ分からんけど、もしかしたら今からランク戦やりますとかいうタイミングでジージーさんにスナイプしたらいいんじゃない。ジージーさんスナイプしよう、みんなで。え、名前多分ジージー佐藤でやると思う。そんなこと言ったら偽が出ますよ。GG 佐藤さんのアカウントは絶対にわかるっていうのがあるんですよ。これはまた後々言いますわ。偽物が出てきても、あ、こいつ GG さんの偽物やなってわかる見分け方があるんで、もし GG さんがツイートしだすようになってから俺が言うわ。じゃあ GG さんの本物か偽物かの見分け方っていうのは俺が言う。もう一発でわかるから、偽物ってほんまにやるかわからんから。 GG 佐藤さんがリアタイで、いや、リボンじゃない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 けど、じいさんがほんまにツイッターで今からリアタイしますとかいう風になってから言うわ、それは。まあ、やらんかもしれんから、佐藤さんリアタイ。また佐藤さんって言った。